ボルジア家は、スペインアラゴン王国のボルハに由来する仮名を持ち、バレンシアを発祥とする15.16世紀にイタリアで繁栄した貴族の家系である。その一族には、ローマ教皇カリストス3世、アレクサンデル6世、ロマーニャ公爵にして、教会軍総司令官、チェーザレ・ボルジア、フェラーラ・公ヒルクレツィア、ボルジア、スクイラー・チェ・領主ホフレ・ボルジアらがいる。 アレクサンデル6世の息子、フアン・ボルジアの系統にあたるガンディアクゲは1748年に断絶した。ガンディアクゲからは、イエズスカイの第三代総長フランシスコ・ボルハが出ている。スクイラー・チェコーカは、ボルジア家の子孫である。今日、ボルジア家を名乗る家系には、ボルジア・デ・ミラ家、ボルジア・ランア、ボルジア・マトッチ家があり、これらは、ボルジア家の女系にあたる。なお、 日本では、慣習的に、ボルジアの表記が用いられているが、実際には、ボルジャの表記の方がより、イタリア語の原音に近い。アレクサンデル6世は世俗化した教皇の代表的存在であり、息子のチェイザレや娘のルクレツヤを使って、政治的なラ腕を振るい、一族の繁栄と教皇領の軍事的自立に、勢力を注いだ。これによって、ボルジアの名前は、公職さ。 強欲さ、残忍さ、冷酷さなどを代表するものとなった。カンタレラと呼ばれるボルジア家独特の猛毒を用いて、性敵を次々に毒殺した、チェーザレとルクレツヤは、近親間の関係であったなどの噂がつきまとっている。このような悪いイメージは、ヨーロッパでは根強く、文学作品や映画等で、しばしば言及されている。例えば、映画、第三の男では、 ボルジア家の悪性はルネッサンスを生んだが、スイスの平和は、鳩時計を生んだだけだとのセリフが登場するし、ゴッドファーザーパート3では、バチカンの老下いなやり方に苛立だった、主人公が、ボルジャメ、と吐き捨てるシーンがあったり、モンテクリスト博の宝物は、ボルジア家に暗殺された、ローマの数奇教が隠したものとされている。ボルジア家、世界大百科事典、平凡者。 2006ティム・フィリップス佐藤カツラ役君主論の教えマキャベリの名著 PHP 研究所2010年1月22日 ISBN 9長7845億6977万5739星伊佐夫過去の中の真実文芸者1999年8月15日 ISBN 9兆7848億8737万6182ありがとうございます。